ほら、はいどうも、こんジャパンは日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、レオメッシのバックに引き続きまして、今回はネイマールのバック紹介していきたいと思います。まあネイマールはですね、基本的にパリ・サンジェルマンもしくはブラジル代表のね、選手たちが登録されているということで、まあ中身はネイマール、アリソン、カズミロ、マルキーニョス、ベラッティ、リシャーリソン、カバーニ、キンペンベ、ルーカス・モーラ、コウチーニョ、マルセロという内容になっておりますね。まあ基本的にはまあカナリア軍団になっているのかなと思いますけども、まあ一部カバーニで、まあベラッティに関してはチームメイトではなく、ブラジル代表とかそこら辺のパリサンジェルマンのチームメイトとして登場ということになっています。キンペンベもそうですね。ということで、まあ早速レジェンダリーであるネイマールの方から紹介していきたいと思います。どうぞ。ということで、まずネイマールのレジェンダリーですね。通常の1レベルの能力値と比較すると、まあかなり爆上がりしているなというところで、まあ特にオフェンセンスがかなり上がっていますね。で、スタミナもね、70台に乗せているというところは評価できる部分なのかなと思いますが、ただスキルですね、通常と比較するとコントロールカーブがなくなって軸足当て追加ということで、これがかなり厄介。特にアプリ勢の方はですね、軸足当てが出てしまう、ダブルタッチを出そうとするとね、出てしまうというところがかなりネックな点なのかなと思いますので、まあ獲得必須レベルで個人的にはないのかなと思います。まあ、特に今後サントスのレジェンダリーであったりバルセロナのレジェンダリーもおそらく出てくるんじゃないかなと思いますんで、そこら辺を考えるとまあ必須レベルではないのかなという印象ですね。ということで、まあ、前作で出ているネイマールのレジェンダリーとの比較見ていきましょう。まあ、ドリブルがマイナスにされている以外はほとんどプラスという結果になりましたので、これはぜひね、今回に能力値だけで見ると乗り換えていただければと思いますが、ただやはり根下がなくなって軸足当てが追加というところが個人的にめちゃくちゃネックな部分なのかなと思います。で、続きまして PS4、PS5 家庭用版で出ている代表のネイマールになりますね。ドリブルがマイナス3されている以外はほとんどプラスなんですが、これ1レベルの比較となっております。これですね、ネイマールがフィーチャーであることで、まあこの1レベルの比較でいいのかなと思います。で、まあオフェンセンスであったり、プレースキック、スピードの部分、そしてスタミナプラス3という結果になっていますので、このカナリアのネイマール使うよりかは PSG のネイマールぜひ使っていただければというところですね。続きましてゴールキーパーアリソン見ていきましょう。アリソンに関しては通常の能力値はまあほとんど GK 能力に当てたということになっていますので、まあ GK 能力はほとんどマイナスということなんですが、ただここからですね、能力値上げるとなると、この GK 能力ってタレントポイントかなり多く使ってしまいますので、そこら辺考えるとフィーチャーは上がりやすい、というところを考えると、全然フィーチャーでもありなのかなと思いますが、ただまあ気になるのがリバプールのアリソンとの比較ですよね。本日クラブセレクション出ていますけども、こちらとの比較も見ていきましょう。GK センスマイナス的にキャッチングプラス3という結果になっています。で、ジャンプ、ボディコン、スタミナもプラスということで、まあ、特にジャンプ、キャッチングの上げ幅というところに注目すると、個人的にはこの今回のネイマールパックのアリソンの方がいいんじゃないかなという印象ですね。続きまして、カズミーロ見ていきましょう。この前のフレッチとのダブルボランチすごかったですね。カズミーロに関してはディフェンス能力はかなりマイナスという結果になってしまっていますんで、これは全然通常でもありなのかなという印象ですね。まあ今作調子の波が小さいという点で見たときに、このカズミーロめちゃくちゃね、使いやすいんじゃないかなと思いますし、スキルのミドルシュートであったり、まあディフェンス系のスキルでマンマーク、インターセプト、ブロッカー、エアバトル、スライディングタックル、アクロバティッククリア、まあかなり有能なスキル多いなというところですんで、まあ完全にね、ピボーテとしての能力者めちゃくちゃ高く設定されているのかなと思います。続きましてセンターバックマルキーニョス見ていきましょう。マルキーニョスって意外とまだ27歳なんですね。現実ではもしかしたら28歳なのかもしれませんが、まだ27なんだなっていう印象を持ちましたけど、通常の能力値、比較してもヘディング、カーブ、瞬発、ボディコンが上がっています。ですんでこちらのマルキーニョスに関しては完全にフィーチャーの方が強いんじゃないかなというところで、まあ今作調子の波が小さいセンターバックとなっていますんで、これはかなり評価できる点ですね。まあ今回のセンターバックはマルキーニョスでチアゴシウバではなくキンペンベが登場ということになりましたので、まあ、前回のブラジル代表戦のね、スタメンは組めないということになっていますけど、まあ、チアゴ終盤であったりミルトも出て欲しかったところですね。まあ、スキル面で見た時にも中盤としても全然いけるかなと思いますが、ただまあ中盤で使うとなるとワンパスルーパス持っておいて欲しかったなという印象ありますんで、センターバックもしくは右サイドバックでの起用が安定なのかなというところですかね。続きまして、イタリア代表パリサンジェルマン、ベラッティ見ていきましょう。ベラッティに関してはディフェンス能力はかなり下がったなというところで、ボールキープ、プレースキック、カーブはプラスという結果になっています。ですので、ベラッティに関しては個人的には通常の方が強いんじゃないかなと思いますので、今回の、まあ、フィーチャーに関しては、まあ、パック買ったらね、絶対獲得できるんで、まあ、それはありなのかなというところなんですが、使うなら通常のレベルの方がいいんじゃないかなという印象ですね。
続きましてリシャーリソンですね。リシャーリソンは左ウィングが本適性となっているんですけど、まあラインブレイカーということで、まあぜひセンターフォワードでね使っていただければと思いますし、まあ前作からかなり強いフォワードの選手ですんで、個人的にはかなりおすすめな選手となっているのかなと思います。ただ能力値めちゃくちゃ高いというわけではないですね。特に得点能力オフェンセンスなんですが75しかないということで、まあここに基本的にタレントポイント振り分けていただければと思いますし、まあもともとスピード瞬発はある程度あるなというところと、あとはスタミナもしっかりありますね。で逆足の頻度が高いというところと精度最高っていうのはさすがですね。守備意識は緑81ということになっております。でスキルが有能でダブルタッチヘッダーミドルドロップワンシュー、まあ本当にフォワードとして必要なスキルは持っているなという印象ですので、個人的にはリシャーリソン、まあ今シーズンというか今作もかなり強いフォワードであるのかなと思いますが、前作ほどではないのかなっていうのが率直な意見ですね。続きましてカバーニ見ていきましょう。カバーニに関しては結構マイナスが目立つなというところで、決定力マイナス4、プレースキックカーブマイナス4ずつで、キック力であったりディフェンス能力がプラスという結果になりました。まあ逆足が高いというところであったり調子の波が小さいで、スキル面で見た時にヘッダーコンカドロップワンシュー、そしてワンタッチパス持っていますんで、まあこれはセンターフォワードとしてありがたいですね。チェイシングも持っている CF ということになっております。続きましてキンペンベですね。キンペンベに関しては通常より能力値高くなっていますので、まあこれはぜひフィーチャー使っていただければというところなんですが、まあスキルマンマークブロッカースライディングタックルアクロバティッククリア、まあ左足のセンターバックということで、ディフェンスや守備意識もう少し欲しかったなというところですかね。まあスピード瞬発に関してはある程度あるのかなという印象です。続きましてスパーズルーカスモーラ見ていきましょう。ルーカスモーラに関しては通常の方かなり高いですね。特にスピード瞬発であったり、あとはキック力、ここら辺はかなり高く設定されているなという印象で、ボディコンに関しても92、まあドリブル能力高いんですが、ボルコンドリブルボールキープ、ドリブルある程度あるんですけど、ボールコントロールボールキープそこまでですね。ただスキルはシザーゼ、ラシコ、ルーレット、シャピュー、軸裏ターン、軸足当て、まあ足元系多いなというところと、まあスーパーサブの選手なんですが、中盤もしくはウィングもしくはセンターフォードの選手としては、ワンシューであったりワンタッチパスは持っておいて欲しかったなというところですかね。続きましてコーチーノ見ていきましょう。まあ前回のブラジル代表戦コーチーノ出て欲しかったなというところだったんですが、まあドリブルであったりディフェンス能力はプラスという結果になりました。でパスケもマイナス1ずつという結果になっていますけど、まあこの辺の誤差であれば全然フィーチャーでやっていけるのかなと思いますんで、まあ先にねチームプレイスタイル上げていただいて、特にまあこのショートカウンター70しっかりありますし、その後にこの10タイレントポイント使っていただければというところですかね。続きましてもうマドリーの対談がね発表されました。マルセロ紹介していきたいと思います。ダニアウベスとマルセロが同じタイミングで、まあね一回ダニアウベスはね帰ってきたとはいえ、同じタイミングで両ラテラルがいなくなるのはなんか寂しいですね。まあマルセロに関してはドリブル能力、そしてシュート系のスキルが多いなという印象です。まあスタミナがね74しかありませんので、まあサイドバックラテラルとしてはもう少しスタミナ欲しかったなというところなんですかね。はい、ということで本日はですねレオメッシパックに引き続きネイマールのパックも紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあまさにカナリア軍団といったような内容となっているのかなと思います。まあ特にネイマール、アリソン、カズミロ、マルキーニョス、そしてリシャーリソン、コウチーニョ、ここら辺の選手はもう未だにね現役でブラジル代表やっている選手たちですから、ぜひねスカットに入れていただければというところですかね。はい、ということで本日はこの辺で終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。